はい、さい、山田ボスラヤイリーン。本日の動画はですね、10月15日の火曜日にお送りする、お届けする動画でございますが、今日はですね、まず皆さんに、このサラバン自体、続々ですね、入隊員が増えましたのでですね、お伝えしたいと思います。まず今までの状況なんですけれどもね、サラバン自体、ね、サラバン自体のは何なのかっていうのを説明しないといけないね。サラバン自体っていうのはですね、まあ山田バサラが来年2025年の4月27日、南城市の南城市佐敷にありますシュガーホールのね、でコンサート僕やるんですけれども、そのシュガーホールコンサートに合わせて、一緒にですね、応援してくださる方を募ってるんですよ。特別入会金とか、こういう規約があるってわけじゃなくて、もう入隊しますと言えばですね、その段階で入隊決定でございます。そして、辞めたい人はいつでも辞めて構いません。ね、まあ本当、一つだけ、ね、山田バサラを宣伝してもらったり、シュガーホールのことを宣伝してくださる方がね、いるとですね、嬉しいなということで、サラバン自体を呼びかけたところですね、先日、もう真っ先にですね、手を挙げてくださったのが、入隊を希望してくださったのが、まあこの YouTube のコメントでもおなじみのですね、神奈川にお住まいのリラさんでございます。リラさん、いつもありがとうございます。そしてですね、2番目にご入隊ね、していただいたのがですね、フィッシュくん。ね、フィッシュくんはですね、もともとこの沖縄のですね、名護市にある名桜大学というですね、公立の大学、公立かな、県立、まあそこはちょっとまあいいや、大学があるんですけれども、そのですね、元名桜大学の生徒で、今ですね、東京の方にね、就職されて、今、1年生、ね、社会人1年生なんですけれどもね、今ね、フィッシュ君は神奈川にいるんですね。フィッシュ君、2番目のご入隊、おめでとうございます。そして、なんと、昨日ですね、3番目のですね、ご入隊がですね、ございまして、この方もですね、この YouTube では、まあ、おなじみと言っても過言ではない、ね、コメント によくしてくれるですね、僕の大学時代の同級生、かつ、まあ、今すごい、もしかしたら僕のファンなんじゃないというですね、木原慎一郎くん、ね、しんちゃんがですね、木原慎一郎くんがですね、3番目のね、サラバン自体のご入隊ということで、皆さん、これね、すごいんですよ。ナンバーワンからナンバースリーまでですね、全部神奈川が占めるというですね、山田バサラのこのうちなんちゅうね、沖縄でやるイベントなのにですね、なんと神奈川の人がですね、ナンバーワンからナンバースリーまでご入隊ということでございまして、そこからさらになんですけれどもね、なんとその木原のしんちゃん、木原慎一郎くんのですね、娘さん、エピソードでね、ここで話したことあると思うんですけれども、木原のしんちゃんのね、娘さんはですね、小学生ぐらいの時にですね、今聴いてる音楽は何ですか？ね、それを黒板に書いてくださいっていうなんかそのお題があって、そこでですね、山田バサラってですね、でっかくね、書いてくれたという、その木原のしんちゃんの娘さん。ねえ、その、娘さんもですね、なんと、ご入隊していただけるということで、なんとですね、ナンバーワンからナンバーフォーまでですね、神奈川県民が占める、神奈川にお住まいのね、人が占めるということですね。なんかこれすごい嬉しい誤算、ね、嬉しい誤算、まあ嬉しいですね、ございまして。いやー、神奈川、まあ僕自身も実はですね、横浜で、生まれだけは横浜なんで、うちなんちゅなんですけれどもね、自分の両親が、まあ、出稼ぎに行ってる時に僕生まれたので、横浜で。なのでね、やっぱこう、ご縁があったのかな、というふうに思いまして、もう神奈川、沖縄の人もね、他にも全国各地の方もですね、ぜひご入隊、まだまだお待ちしております。で、こんな感じで楽しみながら僕ね、シュガーホールコンサートに向けてね、ずっと呼びかけたり、まあ僕も動いてるんですけれども、まあその中でね、まあ最近よく出てくるね、マネージャーになってくれたキリリンくんね、キリリンくんがですね、すごくまあパソコンに、まあ詳しい、まあ僕に比べたらめちゃめちゃ詳しくてですね、それでね、この間キリリンくんとミーティングした時にね、今、チャット、
ット GPT ってあるでしょ、まあ、AI ですよね。めちゃめちゃ進化したし AI ですよね。あのそのチャット GPT でですね、なんか山田バサラのプロフィールとかですね、他にもですね、なんか新曲とかね、歌詞とかね、あと動画とか作ってくれるらしくっていうのを聞いてですね、本当にそんなことってあるのと思ってですね、試してみたんですよね。やってみようぜってなってですね、あのそのチャット GPT、 僕もチャット GPT でですね、そう当たってもね、チャット GPT でですね、あのキリリン君がですね、山田バサラのプロフィールを作ってくださいというふうにですね、ただそれだけですよ、ただそれだけをですね、あの入力して検索したところですね、まああのいろいろ端折りますけれどもですね、こんな風にですねプロフィールを作ってくれたんですよ、チャット GPT さんがですね。山田バサラプロフィールね、沖縄を拠点に活動する音楽家プロデューサー、独自の音楽スタイルを追求し、沖縄の伝統音楽と現代的なサウンドを融合させた作品で注目を集めている。本当ですか、すごいですね。沖縄の伝統音楽と現代的なサウンドを融合させた作品で僕注目を集めてるんですよ、そして地域の文化を尊重しつつ新しい音楽を作り出す情熱を持ち、沖縄の音楽をリードする存在であると。すごいですね、僕沖縄の音楽をリードする存在というふうにですね、チャット GPT 君をですね、まああの作ってくれて、プロフィールをどうでしょうかね、これね、あの当たらずとも遠からずみたいなね、感じでございまして、いやーでももう本当数秒っていうかね、本当1秒足らずぐらいで、まあ数秒ですね、1秒以上かかるかな、でもね、山田バサラのプロフィールを作ってくださいっていう、こういう文面書いてくれて、しかもですね、それからまた以下はですね、なんとシュガーホールコンサートを予定しているというですね、そういうことも書いてるんですよね。いやこれどうやってね情報を集めてるのかなと思うぐらいですね、めちゃくちゃびっくりしました。そしてですね、まあ、そのチャット G、 僕もなかなか言えなくてね、チャット GPT さんはですね、 GPT 君 GPT さんどっちかね、チャット GPT さんはですね、動画も作ってくれるということですね、山田バサラのシュガーホールコンサートの動画を作ってくださいっていうふうに言ったらですね、編集して、まあ、編集とかも作ってくれたんですよね。これは2日前ぐらいね、X に上げてますのでですね、これ見てみてください、山田バサラの X。 いやすごいなと思って、あともう一つ驚いたのはですね、歌詞もね、例えばサラバンジ祭りの新曲を、歌詞を作ってくださいって言ったらですね、ちゃんとこれ歌詞を書いてくれるんですよ、作ってくれるんですよ、数秒で。いやこうなるとね、まああの人間のこの苦労した血と汗と涙っていうのが何なんだろうって思いますけれども、で面白いですね、あの それをこうなんていうかな、あのいい意味でですね、まあお互いこう利用し合ってね、協力し合ってチャット GPT さんとですね、こうやってプロフィール作ったりとか、まあ動画とかね、あとは動画編集とか、あとはまあ歌とかね、そういうのもなんか遊び心を持ってね、なんか昨日も言いましたけど、遊び心を持ってねできたら面白いのかなと思いまして、まあ本当今回キリリン君がねマネージャーについたことで、そういうこともそういう世界にも触れることが、できているということでね、非常になんかますます楽しみにですね、なっております。はい、ということで皆さんもなんかチャット GPT でね、どうなんでしょうね、皆さんもなんか自分の名前で入力したらプロフィールが出てくるんですかね。山田バサラってこれだけ出ますからね、あのすごいなと思いました。あーすごいということで、僕もねついに AI を活用してですね、今活動AI を活用して山田バサラのシュガーホールに向けての活動がですね、なんか
歩み始めた、進み始めたということで、なんか今喋りもですねしどろもどろになってますけど、それが人間のいいところですよね。 AI だとしどろもどろになりませんからね、しどろもどろになりながらも皆さんとこうやって楽しみながらやっていくのが山田バサラスタイルで、その中に AI もチャット GPT 君も入ってきますので、これからどうぞよろしくお願いします。引き続き山田バサラのこのサラバンジ祭り、また山田バサラ自身も応援したいという方がいましたらですね、ぜひ入会金いりません。とにかく山田バサラを応援したいっていう、それだけの気持ちね、拡散したいという方がいましたらですね、ご入隊お持ちしております。そして引き続き応援、募ってますので、どうぞですね山田バサラのこの概要欄にございますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ということで沖縄を代表する山田バサラが今日も頑張っていきます。今日も一日サラバンジ